こんにちは。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。魔理沙、今日は何の話をしてくれるの？今日はスペインの伝説と呼ばれている教授フアナについて解説するぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。フアナは1479年11月6日カスティーヤ王国で、カスティーヤ女王イサベル1世と父フェルナンドの間に次女として生まれた。父フェルナンドはアラゴンの王子で、1479年にアラゴン王になったんだ。フアナが生まれた年に両親が共に国王になり、カスティーヤ・アラゴン連合王国が誕生したぜ。幼少期は読書好きな内気な性格で、一人で過ごすのが好きな少女だったようだ。そんな少女が教授になってしまうの？想像がつかないよな。イサベルは熱心な教育者で最高の教育をしようと、様々な分野の専門家を呼んで、教育を受けさせた。そのおかげでフアナはダンスや音楽が得意で、フランス語とラテン語を流暢に話せたんだぜ。へえ、フアナは才女だったのね。両親はカトリック教徒だが、フアナはだんだんとカトリック信仰に疑問を持つようになった。キリスト教の礼拝や儀式にも消極的な態度を見せるようになってしまう。フェルナンドとイサベルは1478年にスペイン国内で異端尋問を行う権限をローマ教会に認めさせた。カトリックに改宗しない、主にユダヤ人を容赦なく処分していく。異端尋問が積極的に行われた時代だもんね。ああ。王宮には異教徒に対して火炙り、鞭打ち、拷問をしたという情報が集まった。それは神の教えを広めるためにやったこととして美化されたんだぜ。教えを広めるためなら火炙りも許される、というのがイサベルの考えだったからな。もしかしてそれが原因でフアナは信仰に対して疑問を持つようになったのかしら？王室の一員であるフアナもそんな話を聞かされていたようだし、教養の高かったフアナが両親の行うことや信仰に疑問を持ってもおかしくはないな。なるほどね。教養の高さゆえに、カトリックの熱心な信者だったイサベル一世はフアナの態度に驚いたようだ。イサベル一世はフアナがカトリックに熱心でないと知られないように秘密にする。それだけではなく、イサベル一世はフアナに体罰を行って信仰を強制したぜ。秘密にするのはわかるけど、体罰はひどいわ。ああ、フアナはイサベル一世を恐れるようになった。母親にそんな仕打ちをされたら当然よ。そしてフアナは1496年にハプスブルク家の長男、つまり神聖ローマ帝国皇帝であるマクシミリアン一世の長男フィリップと結婚した。フィリップは美男子だったため美皇、端麗皇とも呼ばれていたんだぜ。フアナは従者と共にネーデルラントに到着したんだが、フィリップは出迎えもなかったのでがっかりしたようだ。異国に嫁いだのに、それは切ないわ。二人が初めて会ったのは婚礼の前日だ。フアナは美男子のフィリップを大層気に入ったし、フィリップもフアナを気に入った。フアナの希望でその場で質素な結婚式を行った。結婚の儀式とかは無視したってこと？ああ、珍しいというか型破りだ。フアナとフィリップは新婚時代は仲が良く、二人の間には二男四女が生まれた。随分子だくさんじゃない。それだけフアナはフィリップに夢中だったんだぜ。だが、ある時フィリップが浮気をしたためフアナは激怒した。フィリップは女遊びが好きで、浮気性な男だったようだ。それを知ったフアナは人目をはばからずフィリップや相手の女に怒ったという。フアナはヒステリーを起こすようになり、情緒が不安定になっていたと言われている。愛する人に浮気されたら情緒が不安になるのもわかるわ。辛かったでしょうね。フィリップは次第にそんなフアナへの愛情が冷めていって、シロールスにするようになったぜ。ひどい男だわ。それでもフアナはフィリップに対して愛情を持ち続けていたのね。だが、フィリップはフアナが連れてきた侍女たちの給料が払えないからと言って、全員帰国させ、フアナに浮気相手の侍女たちをつけた。最悪ね。女の敵よ。しかも結婚後もイザベル一世との確執は続いた。イザベルは1497年にフアナの元に、サンタクルス修道院の副修道士のトマスでマティエンスを派遣したぜ。フアナの生活について調べさせ、間違った信仰をしていたら正すように指示したんだ。そこまでしたの？ああ。トマスはフアナが以前よりも元気そうなのを見て安心したんだが、フアナは母へ一言も手紙を書こうとしなかった。離れてもイザベル一世に対していい印象を持てなかったのね。体罰を受けていたくらいだから仕方ない。そのためイザベル一世の元にいる宗教関係者は、フアナには信仰心がない、フランスの神学者の影響を受けている、と批判した。当時はルターの宗教改革の少し前で、ローマ教会とは違う考えの人々も増えていたから、イザベル一世に仕える宗教関係者はそうした異端者の影響があると考えたようだ。宗教って本当に厄介だわ。そんなフアナに王位を継承させたくなかったが、兄のフアンと姉のイサベルが死亡したことで、フアナはカスティーヤの王位継承者、プリンセス・オブ・アスプリアスになったぜ。やっぱり自分の教えに逆らっているフアナが後継者になるのは嫌だったのね。そこでイサベル一世とフェルナンドはフアナの女王即位を阻止するために動いた。フ
フアナに女王としての能力がない場合はフェルナンドが後見人になるという決まりを、貴族聖職者都市代表で作るスペインの議会で決定したんだ。フアナの信仰心の薄さを内緒にしていたのに公にしたの？この頃にはスペイン王室だけでなく有力者の間にも、フアナはおかしくなってるんじゃないか？という噂が広まりつつあったようだ。そしてフアナは1501年にフィリップと共にカスティーヤに戻ってきた。フィリップはフアナが手にするはずの遺産を狙っていて、フアナが女王の役目を果たせないというなら父のフェルナンドではなく、フィリップに権利があると主張したぜ。さらにカスティーヤにいてもフィリップは変わらず浮気をする。この頃フアナは4人目を妊娠中だったが、ストレスが重なり倒れてしまう。聞けば聞くほどフアナに同情してしまうわ。しかもフィリップはカスティーヤの風土や国民性を嫌い、ネーデルラントに帰ってしまったんだ。一人残されたフアナは異端者にされてしまった。そんな状況でフアナを置いていったの？このことでフアナはさらに情緒不安定になる。離れている間にフィリップが他の女といると妄想し、嫉妬で反狂乱になっていたようだ。そこまで行くとフアナが少し異常に思えるわね。どうやらフアナの祖母もイザベル一世を出産後に精神に異常をきたしたようで、亡くなるまで城の中に幽閉されていたんだ。じゃあこの性格は遺伝なのかしら？その可能性はある。実際にイザベル一世もそう疑ったようだ。イザベル一世はフアナが出産した子を預かって、フアナを一旦ネーデルランドに戻したぜ。これで少しは状況が安定するといいけど、そうなればよかったんだが、フアナは浮気を繰り返すフィリップを見て、さらに状況不安定になってしまったぜ。1504年にイザベル一世が死去するとフアナはカスティーヤの女王になった。しかしイザベル一世はフアナの精神的な異常を不安に思ったようで、フアナの婿であるカルロスの成人まで父のフェルナンドが摂政として政務を取り行うよう、遺言を残していたんだ。フィリップはそんなイサベル一世の遺言を知って激怒し、なんとかフアナを懐柔しようとしたがフアナはそれを拒否した。フェルナンドはジェルメイヌ・ド・フォアと結婚する。自分の血筋をアラゴンの王位後継者にするために再婚を急いだんだ。フィリップに自国を任せたくなかったのね。フェルナンドもフィリップも統治権欲しさにフアナが狂っていると噂を流したが、フアナは国民や貴族の信頼を得ていた。堂々と自分がカスティーヤ王女だと宣言したんだぜ。へえ、国民や貴族には人気があったのね。フェルナンドとフィリップは会談を行い、ひとまずフアナを正式に女王として即位させることに合意した。そんな中、ある悲劇をフアナが襲う。なんとフィリップが急死したんだ。あんな元気に浮気していた人が急死って、一体何が起こったの？どうやら毒殺されたようなんだが、真偽はわかっていないぜ。フィリップとも争っていたし、フィリップは敵が多かったのかもしれないわね。そうだな。このことでフアナは大いに悲しみ、フィリップの遺体から離れようとしなかった。フアナはフィリップが死んだことを認められず、フィリップは生き返る、と言って、フィリップを埋葬することを許さなかったんだ。本当におかしくなってしまったのね。ああ。フアナはフィリップの棺を自分の馬車に乗せて2年間もカスティーヤ国内をさまよった。怖いわ。急にホラーになったじゃない。フアナは毎日棺を開けてフィリップの遺体に話しかけ、キスを繰り返したんだぜ。もうとっくに腐敗していたでしょうに。遺体がミイラになっても、フアナはフィリップを手放そうとしなかった。フィリップの死亡後、フアナは父フェルナンドの監視下に置かれるようになる。フェルナンドと貴族たちはフアナをどこかに監禁しようと相談したんだが、フアナはお飾りだとしてもカスティーヤの女王だ。莫大な財産もあるし、各国の有力者から再婚の申し出があった。でも、フアナはフィリップの遺体から離れなかったのよね？ああ。フェルナンドは再婚を阻止するため、娘は亡き夫の遺体と旅をしている。と、フアナが狂っていることを広めた。ちなみに夫の死を受け入れられず遺体と共に放浪する女王は人々の好奇心を刺激し、様々な芸術作品や物語の題材になったぜ。こうしてフアナは人々から教授と呼ばれるようになったんだ。それで教授と呼ばれるようになったなんて、そんなフアナの元にイングランド王のヘンリー7世から再婚話が来たんだが、話がまとまらないままヘンリー7世が死亡する。それによりフアナはブルゴスからサンタクララ修道院の隣にある、トルデシアス城館に移動させられた。フアナの護送は夜に行われたが、その時もフィリップの遺体を入れた棺は一緒だったぜ。それはこれからフアナを幽閉することに対してせめてもの償いかしら？いや、フィリップの遺体はグラナダで埋葬する予定になっていて、トルデシアスはその中間にあったんだ。フアナの護送部隊にフィリップの棺を運ばせれば費用が節約できるという理由だった。フアナはとことん人に恵まれないわね。トルデシアス上官での生活の間、フアナはフェルナンドの部下デニア公爵の監視下に置かれた。フアナはデニア公爵に拷問にかけられることもあったようだ。なんでよ。デニア公爵はこの拷問のことを、神への奉仕で、女王の母であるイザベル一世も行っていた、と主張した。気の毒すぎてめまいがしてきたわ。
フェルナンドが生きている間、フアナは外の世界とは隔離された生活を送ったぜ。1516年に摂政をしていたフェルナンドが死去したが、フアナには知らせなかった。デニア公爵はフアナにフェルナンドはまだ生きていると伝えていたんだ。政治権を主張されたら面倒だと思ったのね。ああ。フアナにはフェルナンドの死去を隠し、長男のカルロスがカスティーヤと、アラゴンを統一したスペイン国王カルロス一世として、統治を始める。カルロスはハプスブルク家の血筋も引いていたので後に神聖ローマ帝国皇帝カール5世としても即位した。こうしてハプスブルグ帝国が誕生したのね。ああ。フアナはカルロス一世の時代も監禁されていたため、健康状態が悪くなっていった。フアナは食事や睡眠が不規則になり、宗教儀式への参加も拒否し、イエスの血肉とされるブドウ酒とパンを食べる生体廃用を拒否し、司祭なしで告白を希望するなど、司祭を手こずらせた。あら？信仰を拒否していたようだけど、告白するつもりだったの？ああ。フアナはローマ教会の決めた儀式がくだらないと思っていただけかもしれないな。ふむふむ、神への信仰自体はあったのは少し意外だわ。こうした行いもフアナが狂ってると言われる原因になったんだろう。フアナの言動や行動がフアナ自身を追い詰めていったのね。そういうことになるな。一方、資金難に陥っていたカルロス一世は1520年にスペインから御用金を集めた。それが原因でスペインの都市が反乱を起こしたぜ。これをコムネロスの反乱という。コムネロスってどういう意味？都市住民という意味だ。コムネロスはトルデシアスに集まって、フアナを国家元首と認め、カルロス一世の統治に反対したぜ。その反乱軍にはルターの影響を受けた宗教改革派の人たちもいた。彼らからすれば、伝統的なカトリック信者から異端者扱いを受けているフアナなら、自分たちを理解してくれるに違いないという思惑もあったようだ。それでフアナにすがったのね。フアナは久しぶりに自由になったぜ。自由になったフアナに会ったコムネロスの人々はフアナは狂人ではない。女王としての役目を果たせると確信した。そしてコムネロスに正当性を与える布告書に署名するよう要求したんだ。署名したの？いや、フアナはコムネロスを信じなかった。自分が権力を手にする機会はあったにもかかわらず、息子を気遣う気持ちの方が大きかったんだ。フアナ自身も王族育ちだしな。反乱を起こした市民の言うことは信じられなかったってこと？その通りだ。コムネロスの反乱は1521年4月にカルロス一世の派遣した軍によって鎮圧されたぜ。市民じゃなくて息子の肩を持ったなら、自由になれるんじゃない？フアナもそう思っただろう。ところが反乱を鎮圧したカルロス一世と貴族たちは、またフアナを監禁した。フアナは自由になれる機会を自分で潰してしまったんだ。自分の味方をした母を監禁するなんてひどい話だわ。カルロス一世や伝統的なカトリックを信じている貴族たちはフアナを監禁し続けるため、フアナは狂っている、と言い続けた。確かにフアナは以前よりも怒りっぽく事情を殺したいということもあったし、八つ当たりしたりすることもあったが、それは監禁され続けたせいでしょう。その通りだ。そしてフアナは生活も不規則になり病気がちになる。しかし形だけだがフアナとカルロスは共同統治となっていたので、フアナは体調を壊しながらもカスティーヤ女王の地位への執着は失わず、上位は認めなかった。これは息子へのささやかな抵抗だったのかもしれない。カルロスはそんな母親を心配するようになって、遠征から戻るたびにフアナを見舞ったんだぜ。それなら早く自由にしてあげてほしいけど、上位を認めないから難しかったのかしら。ああ。こうして1555年にフアナが死去する。46年間も監禁され、去年は75歳だった。フアナは最後まで強烈な意志で女王の座にこだわり続けた。意志の強さは母親譲りだったのね。そうだな。フアナは夫との関係でひどく落ち込んだり、信仰への態度から周囲から異端者扱いされたが、教授伝説の多くは作られたもので、本当に狂っていたかは疑問に思う。ええ、権力を手にしようとする男たちによって教授にされてしまったのかもしれないわ。ということで、今回の動画はこれまでだ。よかったらチャンネル登録や高評価をしていただけると、動画制作の励みになるので、よろしくお願いするぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。